天才王子の赤字国家再生術ショートドラマ第6弾昔の話じーなーに、ウェイン、そんなにこっちを見て。書類は片付いたの？全然片付いてない。じゃあサボってないでやりなさい。それとも私の顔に何かついてる？いや、帝国にいた頃よりずいぶん長くなったなと思ってな。ニニムの髪。ああ、これ確かにそうね。士官学校に通っていた時は肩口くらいまでだったから。短かった頃と比べると随分と印象変わるよな。うりゃ、こら、そんな雑に手を伸ばさないの。女性の髪はそうやすやすと触っていいものじゃないのよ。まあそれだけ長いと手入れも大変そうだしな。大変よ。バッサリ切ってやろうかと思うくらい。なので私の髪に触れるときは宝石を扱うつもりで大事にするように。へえ。でもそうね、あの頃と比べると変わったのは私だけじゃないわね。ウェイン、ちょっと私の前に立ってみて。こうか？そうそう、ほら、この身長差。わあ、なんてことだ。ニニムが縮んでしまったぞ。ウェインが大きくなったのよ。ちょっと前まではそんなに差がなかったのにね。